は俳優の豊田真帆です。さて本日はフォトグラファーのレスリー・キーがプロデュースするアーティストの T シャツを販売するポップアップショップに来ています。すごい可愛いのが伝わってくるんで、私 T シャツ好きなのでちょっと今からワクワクしております。で今日はねレスリーがシンガポールにいるということで会えないんですけれども、とっても私も仲良くしてもらっている写真家です。では早速中を見てみましょう。ちょっとね、今全部東京って入っちゃった。いや、可愛いんだけど。可愛いんですよ。背中が派手だ。そうなんですよ。おお、派手だ。裏表両方にバックプリねやってるので、ね、相当派手な T シャツですよね。だから派手ですね。だいぶ派手です。だいぶ派手です、はい。いろんなボブマーリーの T シャツ今映画が始まった関係でやってるんですけど、はい、これだけ色を多く使っていて贅沢なプリントしてるのが多分うちだけです。あ、全部うちオリジナルでこれ作って出してるので。へえ。そこが新商品で、かわいいローリングストーン、下がベロで裏がベロです。あ、はい。かわいい。これは黒だけなんですか？黒と下のハンガーが白があります。白ティー好きでございまして。はい。それが可愛い。一番ワンカットのパート、優しめなのがこれですね。優しめな。ワンラブ。ワンラブのが映画なんですけど、映画のタイトルがワンラブで、ワンラブコラボで、これが唯一ボブマーリーの顔が入っていない。おコンセプトはあれですか、はい、その映画のボブマーリーさんの映画のことから走ってる、はい、たまたまタイミングがボブマーリーの映画がタイミングだったので、うん、最初はボブマーリーからっていうので始めたんですけど、そもそものコンセプトはこういう世界中のアーティストが皆さん愛だったり世界平和だったりとかっていうものを歌だったり映像だったりいろんなものを表現されてるじゃないですか。それを本来体現するのがラブっていうのがコンセプトで、今レスリー・キーさんとのコラボレーションしてるので、この辺の写真もそうなんですけど、レスリーさんの写真を通してそういう LGBT であったりとかいろんな社会問題に対して問題提起されているんですので、なのでここで、まあ、もちろん T シャツを売ったりとかグッズを売ったりとかするんですけど、うん、そういったアーティストからの、メッセージであったりとかっていうものを抽出して、うん、いろんな人に届けられるようなお店にしようというか。素敵、はい、でここは7月いっぱいまでのポップアップショップ。はい、7月末までやってます。末まで。で、どこかにまた展開する、はい、この後の展開、具体的なことはまだオフィシャルで言えるまだいいんですけど、はい、お店を他に出すとか、あとオンラインでショップをやったり、はい、イベントをやったりっていうことは展開としてずっとやっていくっていう。楽しみですね。椅子だね。ちょっと大きい、うん、ちょっと大きいです。これが M だと思うんですけど、うん、私割と大きいので、なんか普通に、はい、ロングスカートとかそういうので着る S、はい、S で、これも S はとか、はい、ローリングストーンの S はちょっと割れてしまって、うん、M が一番小さい。そうなんですね。レスリーのサインが入っています。はい、これだけを着てくれて
200円です。可愛いです。たまにこれだけ買いに来るお客さんもいらっしゃいます。本当にありがとうございます。これがレスリーの作品の T シャツです。可愛い。はい、トランスフォーマーの1980年代の一番最初の原画を描いてらした漫画家さんがいまして、はい、その方が、東京のオープニングイベントに来てくれて、はい、ライブアートをここでやってくださって、その絵を今これ飾っているんですけど、その商品化して T シャツになって販売されているようです。かっこいいですね。下のスーパーマンの漫画も描いてらっしゃるので、これは、あれが書いた僕もありですね。これ T シャツになって可愛いですね。 T シャツになるときは、色がちょっと入る。あ、そうなんだ。カラーも仕上げてくれていて、さて皆さん、レスリー・キーがプロデュースするアーティストの T シャツ屋さん、いかがでしたでしょうか。可愛い T シャツがいっぱいあるので、7月中にぜひぜひいらしてください。ここは宮下パークの端っこにあります。ちょうど明治通りに面しているところですので、ぜひぜひいらしてください。たくさん可愛い T シャツが新しく出てくるみたいなので、チェックしてみてください。ではこの回が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。またね、バイバイ。